輩、お疲れ様です。バーバラリンです。はい、今回なんですけど、リンが選ぶもらって嬉しい静岡土産5選やっていきたいと思います。イエーイ。はい、ということでまず静岡のお土産5選をいきなりやろうと思ったわけなんですけど、普段荒野行動っていうゲームをよくやるんですよ。それで荒野行動で仲良くなったお姉さんがいまして、そのお姉さんがなんとお隣愛知県からわざわざバー奈良に来てくれることになりまして、イエーイ、嬉しい。オフ会です。せっかく来てくれるんで、ちょっとなんかお土産用意させてもらいたいなと思って、今回 YouTube もねついでに撮影しながら、常連さんにもどれがおすすめかなとか、どれプレゼントしたら喜んでもらえるかなとかっていうのを教えてもらいながら5個だけ選んで、であと5個プラスアルファおすすめ紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、まず1つ目、静岡のお土産ランキング常に1位、春華堂のうなぎパイです。はい、でこれが昭和36年に発売されて、バターと厳選された原料にうなぎエキスやガーリックなどの調味料をブレンドして作られたメーカーだそうで、ノーマルタイプの他にアーモンドをふんだんに使ったうなぎパイ夏入りとかっていうのもあったりとか、タイム大臣賞を受賞したうなぎパイ VSOP っていう高級ブランデーの芳醇な香りとマカダミアの風味を包み込んだうなぎパイの頂点を極めたうなぎパイ VSOP っていうのもあるんですけど、今回はこれが王道ですを買いました。はい、続いてコッコです。静岡県に知らない人いないんじゃないかな、うなぎパイに次いで人気のコッコなんですけど、ノーマル味を用意させてもらったんですけど、ノーマルタイプとは別に抹茶味だったりとか、期間限定のいちご味だったりとか、またまた期間限定でなんか何種類も味が出てるんですけど、これが一番人気なんじゃないかな。でコッコは安倍川の上流南アルプス山系の伏流水と新鮮な卵から生まれたミルククリーム入りのふんわり美味しい蒸しケーキになってます。このまま食べてもすごい美味しいんですけど、個人的には電子レンジで軽く、まあ、10秒から20秒ぐらいチンしてから食べると、中にクリームが入ってるんですけど、そのクリームが程よく溶けてすごい美味しい蒸しケーキです。はい、続いてもう静岡といえばお茶ですよね。はい、お茶屋さん行ってきました。藤枝市には茶町っていう、お茶の茶に町って書いて茶町っていうのがあるんですけど、茶町ってすごいお茶屋さんがいっぱいあって、中でも昔からもうやっててすごい有名だよっていうお店の種八製茶さんでお茶を買ってきました。で種八さんで買ったのがこの2つ。静岡県って深蒸し茶がほとんどらしくって、これも深蒸し茶、静岡県は生産量が日本一言われてるんですけど、それは静岡県が日本一の茶産地に発展した理由の一つは温暖な気候にあるそうで、もともと亜熱帯性植物であるお茶の木っていうのは寒さに強くないらしくて、真冬でも雪の降ることの少ない静岡県はとてもお茶の栽培に適した土地だそうで、だから静岡は美味しいお茶が取れるのかなっていう感じです。はい、でこれが常連さんがたまたまなんか飲みに来てくれた時にお茶あげるよって言ってくれて、いただきました。なんか最近のお家だと急須がないお家がすごい多いよっていうことで、金八さんでこれとこれ買ったんですけど中身が一緒です。ただこっちが茶葉だけど、こっちが茶葉入りのティーパックになってます。急須もしなかったら嫌だなっていうのでティーパックをちょっと買ったんですけど、深蒸し茶っていうのがちょっとこれ消えちゃいます。これ全部真空パックになってるんですよ。こういう感じでわかるか、はい、こういう感じで茶葉もあるんですけど細かいのも入ってて、で深蒸し茶が断然人気で作られる理由がお茶屋さんに教えてもらったんですけど、お茶って結構昔はお湯の温度とかを結構気にして60度に冷ましてから入れてねとかなんかあるじゃないですか。でも深蒸し茶は油温を気にせずに誰でも簡単に入れることができるらしくて、特徴としては甘みとかコクを重視しているそうで、別で浅蒸し茶って香りがすごい、浅蒸し茶っていうのがちょっとお湯を冷ましたりとかしてちょっと手間がかかっちゃうんですけど、でもその分
香りと渋みのバランスが取れててすごく美味しいらしくって、お茶も入れる温度、お湯だったり水だったりとか氷水だったりとかっていうので味とか香りがまた感じ方がね違うそうで、カフェインの量が変わってきたりとかして結構味の変化を楽しめるらしくって、ぜひいろんなパターンで飲んでもらいたいなって思って、あとこれスープでプレゼントしようかなって思います。はい、続いて焼津の特産物、まあ、静岡県の特産物、黒はんぺんです。静岡おでんには欠かせない具材と言っても過言ではないんですけど、これが焼津の特産の黒はんぺん。このパッケージのやつ、これ結構安いんですけど、スーパーで買えるやつなんですけど、分厚い大きいやつとかでも美味しいと思うんですけど、スーパーで売ってる薄いはんぺんの方が私はすごく好きで美味しく食べてるので、これを3つ買いました。はんぺんフライでもいいし、なんか純粋に焼いてもらってちょっとわさび醤油とか生姜醤油で食べてもすごい美味しいものになってます。はい、続いてファーナラがある藤枝の名産白泉なんですけど、白泉酒造さんから出てるニャンカップっていうのが売られてて、これの中身が白泉の純米吟醸藤枝誉れ富士っていうのと一緒らしくて、内容量が 180ml って言って結構気軽に飲めるんで、でお姉ちゃんがお酒結構好きなんで、とりあえずパッケージも可愛いし富士山が書いてあったりとか、藤枝サッカーも有名なんでサッカーボール書いてあったりとかって結構パッケージ可愛いんですけど、100円ぐらい売ってるんですけど、とりあえずスタンダードな方買いました。静岡って結構お水が綺麗なんで日本酒がすごい有名な酒造さんがいっぱいあるんですよ。でお隣、藤枝のお隣磯自慢酒造さんで磯自慢の純米吟醸買ってきました。磯自慢すごい有名ですよね。磯自慢がロンドンで開催された世界最大級のワイン品評会インターナショナルワインチャレンジ2022年の酒日本酒部門っていうので、焼津市のね磯自慢酒造さんの磯自慢これ純米吟醸酒の部で最も優れた銘柄に贈られるトロフィーに選ばれて金賞受賞してるんですよ。すごいですね。で個人的に磯自慢白泉はすごい好きで、程よい香り、甘み、旨み、甘みの要素が全部も揃った完璧な日本酒です。静岡でね有名な酒蔵さんいっぱいあるんですけど、個人的におすすめな白泉、磯自慢とセットでプレゼントしたいなと思って買いました。ということで以上5点ですね。ここからは完全にプライベートです。バーナラのご近所さんのコアッパさんからはちみつバルサミコドレッシングです。コアッパさんが今年で10周年を迎えるらしくって、でこれ多分ちょこちょこ動画でこのドレッシング美味しいから本当買ってねみんなとかって言ってるんですけど、インターネット販売とかもしてるのでお店に直接行って買ってもいいし、インターネットを概要欄貼っとくのでそこから注文してもらってもいいんですけど、これが本当に美味しいんですよ。本当におすすめ。もうねこれはホームページ見たんですけど、お客様の声から商品化したらしくって、もう本当にありがたいですよね。お肉にも野菜にも合う万能ドレッシング、もう何にでも合う、もうすぐなくなっちゃうんですけど、これをぜひお姉ちゃんにも使ってほしいなと思って2本買いました。箱に入れて後で渡そうと思って、こうやってプレゼント用でって言って箱もつけてくれるんで、これに入れて後で渡そうかなって思います。はい、そして最後鳥を飾りますは我らが東村です。我らが東村からテンションが人一個だけ違うんですお姉ちゃんがお姉ちゃんと旦那さんと子供子供で4人家族って聞いたんです。大好きな東村からお持ち帰りラーメン4人分。もうね東村はね私がもらって嬉しい、個人的にお土産ランキング第1位です。でトーソンってお持ち帰りできるんだって、多分トーソンガチ勢の人多いと思うし、ご存知の方多いと思うんですけど、トーソンお持ち帰りもやってるんですよ。ちょっとごめんなここね、ちょっとトーソン様が通るのでトーソンといえば個人的には味噌ラーメンが一番おすすめなんですけど、4人分ということで醤油ラーメンも買いました。常連さんの中では、まあ、味噌も美味しいんだけど俺醤油派なんだよねとかっていう人もいるので、味噌と醤油両方買いました。レシピとかもつけてくれるので、ぜひ皆さんお持ち帰りも、その場で食べてお持ち帰りもしてください。何回かもらったことあるんですけど、このやり方通りに作ったら本当にお店の味そのまま食べれます。美味しく食べれます。はい、当社のお持ち帰り餃子20個買いました。冷凍だと結構日持ちもするので
そうそう、でラーメンも美味しいんですけど餃子もすごい美味しいのでセットでプレゼントしたくて買いました。これ一番嬉しい。この中で何欲しいって言われたら私はこれが欲しいので、もうすぐ私誕生日なので、あのプレゼント困ったらトーソンの冷凍餃子ください。めちゃくちゃ喜びます。でトーソンが1973年からやってるんですよ。最初清水だったんですけど、今は日比谷だと八重洲の2店舗にあるんですけど、小さい頃から行ってるんですけど本当に味が変わらなくて美味しいんですよ。変わらぬ味を守ってくれるってすごいありがたいですよね。もう藤枝市民のソウルフードです。ということで、何かね気になるのがあったら概要欄に全部、もしインターネット販売してるものだったら概要欄に URL 貼っとくので、そちらから注文してみてください。はい、この後お姉ちゃんがバーナラに飲みに来てくれるので、私はオフ会を楽しみたいと思います。もちろんお仕事もします。はい、こんな感じでリンが選ぶもらって嬉しい静岡土産5選プラスアルファでした。ありがとうございます。ありがとうございますじゃない、こういう締め方じゃなかったよねうちら。はい、ということで今回の動画がちょっとでもいいな、面白いなと思っていただけましたら、ぜひぜひ高評価、チャンネル登録、ご来店お待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。